お世話になっておりますマサルです今回は DNS サーバーについて一緒に勉強していきます今回学ぶ内容ですまず DNS サーバーとは何か概要をお話ししますその後にコンテンツ DNS サーバーとキャッシュ DNS サーバーの違いについてお話ししますそれでは始めていきましょう DNS はドメインネームシステムの略です ドメイン名と IP アドレスの対応を管理するための仕組みのことを言いますドメイン名というのは w w m a s a r c o j p このようなものがドメイン名です日頃皆さんはこのドメイン名を使って特定のウェブサイトにアクセスすることができますよねただコンピューターは w w w m a s a r c o j p という情報だけではどこに向かって通信すればよいのか分かりませんインターネットの世界は ip というプロトコルを使って通信するので IP アドレスの情報が必要ですそこで DNS を利用します対象のドメイン名に対して接続を行う前に DNS を使って接続先のドメイン名の IP アドレスを調べます w w w m a s a r c o j p の IP アドレスは何ですかという問い合わせが発生して IP アドレスはいくつですよという応答が返ってきますこの仕組みのことを名前解決と言います DNS がドメイン名と IP アドレスの対応関係を管理して変換してくれているので人間はドメイン名だけを指定すれば接続できる仕組みになっていますもし今の説明でイメージがしにくいと思った方はスマートフォンの電話帳を思い出してください誰かに電話をかけようとするときには電話帳の名前を選択しますよね名前を指定すれば電話帳の機能で電話番号に変換して発信されます DNS は電話帳と同じような仕組みで数字を覚えるのが苦手な人間を助けてくれる仕組みです DNS を勉強すると完全就職ドメイン FQDN というキーワードを目にすることも多いのでそこも一緒に勉強しておきましょう完全就職ドメインというのはドメイン名もホスト名も記載された省略されていないドメイン名のことを言います例えば w w w m a s a r c o j p の場合 JP が日本を表しており c o が営利組織勝が勝というドメインの組織名 www がホスト名を表していますこのようにドメイン名とホスト名を省略せずにすべてを表記することを完全就職ドメイン FQDN と言います次に DNS サーバーの種類についても勉強しておきましょう DNS サーバーにはコンテンツ DNS サーバーとキャッシュ DNS サーバーの2種類があります この2つの違いはとても重要ですコンテンツ DNS サーバーは自分が管理しているドメイン内のホスト名と IP アドレスの対応関係を管理していますよってコンテンツ DNS サーバーに問い合わせをすることによって名前解決をすることができますしかしインターネット全体からコンテンツ DNS サーバーへ問い合わせを行うとコンテンツ DNS サーバーに通信が集中してしまいますそこでキャッシュ DNS サーバーを利用します クライアントはキャッシュ DNS サーバーにコンテンツ DNS サーバーへの問い合わせを代行してもらいます今回の例の場合 DNS クライアントが w w w m a s a r c o j p の名前解決をしようとしていますこの時まずはキャッシュ DNS サーバーに対して問い合わせを行いますこの時の問い合わせのことを再起問い合わせと言いますキャッシュ DNS サーバーの中に w w w m a s a r c o j p の情報が保持されていない場合は コンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行いますこの時に RootDNS サーバーから問い合わせを行います RootDNS サーバーは r ートドメインを管理しているコンテンツ DNS サーバーです RootDNS サーバーは問い合わせの内容を見てその情報は JP ドメインを管理しているコンテンツ DNS サーバーに聞いてくださいという回答を応答しますその回答を受け取ったキャッシュ DNS サーバーは JP ドメインを管理しているコンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行います JP ドメインを管理しているコンテンツ DN s サーバーは問い合わせの内容を見てその情報は CO ドメインを管理しているコンテンツ DN s サーバーに聞いてくださいと応答しますその回答を受け取ったキャッシュ DN s サーバーは CO ドメインを管理しているコンテンツ DN s サーバーに問い合わせを行います CO ドメインを管理しているコンテンツ DN s サーバーは問い合わせの内容を見てその情報はマサルドメインを管理しているコンテンツ DN s サーバーに聞いてくださいと応答します その回答を受け取ったキャッシュ d n s サーバーはマサルドメインを管理しているコンテンツ d n s サーバーに問い合わせを行いますマサルドメインを管理しているコンテンツ d n s サーバーは問い合わせの内容を見て自身のドメインで管理している www というホスト名の IP アドレスを応答しますこのタイミングでキャッシュ d n s サーバーは www.massar.co.jp の IP アドレスを得ることができ名前解決ができます このようにキャッシュ DNS サーバーがコンテンツ DNS サーバーに対して行う問い合わせのことを反復問い合わせと言います。反復問い合わせを使ってキャッシュ DNS サーバーは www.massar.co.jp の IP アドレスの情報を得ることができました。この時得た回答の内容はキャッシュ DNS サーバーに一定時間キャッシュされます。そしてキャッシュするのと同時にクライアントに対して結果を応答します。 クライアントは名前解決をして得た IP アドレスの情報をもとに通信ができるようになります。この後別のクライアントが同じドメイン名に接続しようとしたときにキャッシュ DNS サーバーが www.massar.co.jp の情報をキャッシュしていれば反復問い合わせをすることなくキャッシュ DNS サーバー単独で名前解決を行うことができます。クライアントが最初にキャッシュ DNS サーバーに対して問い合わせを行うことで コンテンツ DNS サーバーへの不要な通信を削減しクライアントへの応答時間を短縮することができます以上今回は DNS サーバーについて一緒に勉強しました最後に少しだけお知らせです情報処理安全確保支援書をテーマにしたこの動画シリーズが書籍化されることになりました発売日は2023年9月26日を予定しています全国書店で発売しますもちろん通信販売電子書籍でも販売されます詳しくは概要欄をご覧ください こうやって書籍化の報告ができるのも動画を見てくださっている皆さんのおかげです本当にありがとうございますこれからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので応援よろしくお願いいたしますそれではおまけトークです今回は DNS について一緒に勉強しましたちなみに皆さんはご自身がどこのキャッシュ DNS サーバーを利用しているか分かりますか Windows OS の場合はコマンドプロンプトから ipconfig スラッシュ All で確認することができます DNS サーバーの部分の IP アドレスがキャッシュ DNS サーバーの IP アドレスです今回はプライベート IP アドレスになっているので内部ネットワークにキャッシュ DNS サーバーが存在していることがわかりますもし内部ネットワークにキャッシュ DNS サーバーが用意できない場合は8.8.8.8という IP アドレスを設定して Google が運営しているパブリック DNS サービスを利用することもできます勉強するだけではなく自分の場合はどうなっているんだろうと 疑問を持つことで理解が深まることもありますので皆さんも自分が使っているキャッシュ DNS がどこになっているのかぜひ調べてみてくださいそれでは今回もご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう